突然、夫が義母との同居を決めた。結婚して2年、それまで夫と2人で幸せに暮らしていたのに、ある日突然、義母の荷物が家に届いた。え？え？この荷物に、全く見覚えがないんですが。でも、お届け先は、この家で会ってますよ。名前を見せていただいても？はい、どうぞ。え？どうして、お母さんの荷物が？状況が全く飲み込めず、私はすぐに、夫に連絡した。すると、今まさに、夫が義母を迎えに行って、帰ってきたところだった。お、荷物も無事に到着したな。ねえ、私、何も聞いてないんだけど、一体どういうこと？言ってなかったっけ？まあ、いいだろ。良いだろって、言い訳ないでしょう。そう私は、心の中で思ったけれど、間違っても、義母を目の前に言えるわけもない。これからよろしくね、スカミさん。突然のことに、私は開いた口が塞がらなかった。結婚する前に、私は同居だけは嫌だと、夫に散々言っていた。しかも、勝手に決めて荷物を送ってくるなんて。こんなに荷物があるんじゃ、同居するしかないじゃない。せっかくのマイホームなのに、お母さんとの生活なんて、気を使って全く休めなくなる。そう感じた私の不安は、すぐに当たることになった。スカミさん、私果物が食べたいわー。買ってきてくれない？私、今洗濯してるんで、ご自分で行かれたらどうですか？スーパーなら、すぐそこにありますけど。はぁ？親をねぎらわれないって、どんな嫁なのかしら？これは、息子ちゃんに言わないとダメね。そう言うと義母は、夫が帰ってくるなり、私のことを悪く言い始めた。ねえ、聞いて息子ちゃん、スカミさんが、私を駒遣いのように使うのよ。いやいや、それはあんたの方でしょうが。でも夫は、私が悪いと決めつけて、食ってかかってきた。母さんをこき使うとか、お前ふざけんなよ。違うよ。私、こき使ってなんかないってば。夫は、私のことを全く信じてくれず、お母さんの完全な味方だった。さらに、別の日には、おい、お前、これなんだよ。え？何って、ご飯だけど。なんで、メインのおかずと、味噌汁と白米しかねえんだよ。今までそれが普通だったし、とんかつ定食だよ。母さんだったら、副菜あと2つは作るってよ。本当、ダメな嫁だよな。そんなこと言われても、私も仕事してるんだよ。むしろ、あなたより仕事が遅いんだよ。でも、あなたに早くご飯を作って、食べさせてあげようとしてるんじゃない。あら、できない人に限って、言い訳だけはするのよねー。言い訳じゃありません。それにあなた、全然家事も手伝ってくれなくなったじゃない。母さんが、家事は女がするもんだって言ってたぞ。そりゃ、お母さんは専業主婦だったから。それで成り立つと思うけど、兼業でやってるんだから、少しくらい手伝ってくれてもいいじゃない。まったく、主婦のくせに、家事を放棄するような言動を吐くなんて、もういらないんじゃないかしら？そうだなぁ、俺ももう、こんな嫁なんていらないなぁ。ちょっと、何言ってるのよ、あなた。何って、そのままの意味だよ。出てけって言ってるんだよ。お前に。唖然としたのもつかの間、夫と義母は、あっという間に、私の荷物を適当にまとめて、玄関から放り投げた。さあ、出て行きなさい。もうこの家に、あなたの居場所はないわよ。そう言って、義母はうすら笑いをしていた。義母と夫に追い出された後、私は泣きながら実家へと帰った。どうしたの？スカミ？家を追い出されたあ。私、何も悪いことしてないのに。私は、泣きながら母に、すべて話した。そんなことがあったのね。大丈夫、ここはあなたの家なんだから、いくらでもいて構わないのよ。でも、一応お母さんと一緒に、一度話しに行きましょう。私は、母の言葉にうなずき、母と二人で週末に家に帰ると、そこには、とんでもない光景があった。え？あの人、誰？私の家から、当たり前のように出てくる女性。夫は、その女性と二人で手をつないで、義母はニコニコしながら、気をつけて、行ってらっしゃい、と、二人を送り出してる。私は、母と思わず顔を見合わせた。もしかして、私を追い出したのって、こういうことなの？許せないわね。母は、私の隣で、怒りをあらわにしていた。
その後、私は母と二人で、夫とその女性の後をつけてみた。すると、ホテル街に突進み、ホテルの中へと入っていった。信じらんない。私にあんな態度をとっておいて、自分は浮気してたっていうのね。それも、お母さん公認で。つかみ、あなたはここで帰りなさい。夫のこんな現場なんて、これ以上見たくないでしょ？あとは、母さんに任せなさい。え、でも。いいから。あんたをこんなにバカにした二人には、しっかりと制裁を受けてもらうから。母に言われた通り、私は一人で帰った。一人になると、急に悲しい気持ちと、怒りがこみ上げてきて、たまらなくなった。私は一体、何だったのを。悔しい？そうして、ひとしきり泣いた頃、母が帰ってきた。大丈夫？うん。あなたはどうしたいの？この先。私を、あんな風に扱った挙句に、不倫してるような人となんて、離婚する。わかったわ。あなたにその覚悟があるなら、来週にでも、もう一度行きましょう。そして翌週、私は母と二人で、自宅へと向かった。ちょうどその時には、あの女性はいなかった。母は、私に全て任せてと言っていたけど、私は、正直ドキドキして、心臓が壊れるかと思うくらい、なぜか緊張していた。あら、つかみさん、この家にはもう、あなたの居場所はないって言ったでしょう？そうだよ。今さら、何しに帰ってきたんだ。二人の、心ない言葉を聞いた母は、すっと、緑の用紙を出した。今日は、話し合いに来たんですよ。あと、離婚届にサインしてもらいにね。離婚届だってさ、母さん。そんなの、100枚だって書いてやるさ。本当よ、だって私、つかみさんのこと、大嫌いだもの。二人は、完全に勝者の立場で笑っていた。だが、母があるものを差し出すと、その笑い声がピタリと止んだ。離婚はもちろんですが、あなたには、浮気した罰として、慰謝料をしっかり払ってもらいますから。なんだこれは。この間、あなたと話をしようと思って、家に帰ってきたら、驚いたわよ。知らない女性が、家から出てくるんだもの。で、母さんがその後、更新所やら弁護士を、フルに使って調べたら、相手は、あなたの会社の上司の、奥さんだったってわけ。もちろんこのことは、会社にいる上司さんにも、内容証明を送らせてもらいましたよ。そちら側の女性からも、慰謝料はもらうつもりですから。おい、そんなことしたら、俺の会社での立場はどうなるんだ。それはもう、日を見るより、明らかな結果になると思うけど。よくて、地方にさせん。悪ければ、一発首でしょうね。まさか、部下が自分の妻と不倫してるなんて、許せるわけないもの。ふざけるな。今からでも取りやめろ。残念、もう、送っちゃったもの。ちゃんと部長の手元に、今頃届いてるんじゃない？あなた、今日は有給取って、ちょうど会社休んでるし、誰にも邪魔されず、上司に書類が届くわね。私はこのために、夫を誘導して、有給を取らせていたのだ。うわぁ。それを聞いた夫は、パニックになって、会社に電話をし始めた。だが、何をどうすればいいのか、その書類はどこにあるのかもわからず、その場で、くそー、と、時短だ踏んでいた。さあ、この緑の用紙に、さっさと書いてもらいましょうか。あとは、弁護士が対応しますので。ああ、あとお母さんには、近いうちに、警察から連絡行くと思いますよ。ええ、どうしてよ。家にいる時から、ちょくちょく、私物がなくなると思ってたんですけど、お母さんのアカウントのメリカリ見たら、私の私物が、いろいろ売られてたのを見つけたんですよ。売ったものの中には、母が作ったハンドメイドの商品も入ってたんで、言い逃れはできませんよ。そんな。義母は、がくりと膝をつき、その場で尻餅をついてうなだれた。その後夫は、予想通り会社をクビ、義母は、警察に逮捕された。ちなみに、上司さんも、奥さんと離婚して、無一文で放り出したとか。私は、双方から結構な額の慰謝料と、義母からも慰謝料を取ることができたので、当分の生活費に困ることはない。とりあえず、今回のことで、とっても支えになってくれて、力を貸してくれた母と、慰安旅行にでも行こうと思ってる。